手になろう。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。消し去りにしてやろう。私が手本を見せてやる。罪はないと知れば消え。罪はないと知れ。どう戦うべきか。
うべきか。私が手本を見せてやる。私が手本を見せてやる。私は手本を見せてやる。罪はないと示す。動作もない。もう気を抜くな。切れに紛れた奇襲でもされたらたまんねえ。そうだね。何か意味が。気にはなるけど。そうだね、みんな。してやろう。力を
ないと知れ。私が手本を見せてやろう。私が手本を見せてやる。どう戦うべきか。
べきか。名物の末路だ。さすがにてけどさ、地政中のタゴこれなら主もいけんじゃねえの。気抜いてんじゃねえよ。慎重に慎重重ねていかねえとだ。おいおい、この子にそういうんじゃねえっつ。二人の言い分は分かるけど、どう？わ、とにかく。Thank you.
らしてくれる。
かせてくれ。蹴散らしてくれよ。ここだ。レナモンによればここが主のいる町。ここ行き止まり。レナモン、わからん。ええ、タクマ、この岩の間違いないな。明らかに。そうは言ってもこれじゃ前進する方法が。その役目あなたたちは。もとよりここの封印は。封印を開けるよ。姿勢終了。Thank you.
密着通路が。みんな来てくれ。本当？マジ？教授。うん。家庭はどうあれ？主君。気配。いよいよなのに絶対ことを聞く。ああ、資格は。ならぬ。無論です。我らがこの世界に訪れ、もはや。春近様にあったからどうか。どれだけ時を経ようとも、我が姉我を捨てた裏、その怒りは間違って、いいな、逆らうか。やめろ。そんな、止めなきゃ。覚悟はいいか。どうだ。私の番で。もっと守れる力を。行きましょう。
私がやる。今のうちに息を整える。私がやろう。でももう遅い。スーツでもにしてやろう。傷を塞いでやろう。私が手本を見せてやる。散らしてくれ。
私が手本を見せてやる。私が手本を見せてやる。散らしてくれよ。
姉さんを奴の呪縛からと、姉さん、ごめんね。うん、いいんだ、ようやく助けることができた。お姉ちゃん、みんな、みゆき、たくま、主を助けたって。あいつは確かに主は生きてな、それだ、あの人は。そこから先はあなたたち。その答えはですが、知るとは言っ、始まった。いよいよね、みゆき。ここ、たくまさん、みゆき、それ、ここは、ここはし、ここ、それで、なん、こっち、あ、まさか、ね、何の違いがある。我が姉は同じ、見なせ、同じ主に捧げられ、今、みゆき、そうか、これで、なぜ恨まぬ、長き時に捨て、捨てられて、私は捨てられてなんか、私は助けたの、自分の犠牲、そして弟は助かって、姉さん、だから、そうだ、記憶が薄れるほど長い時を過ごす、みゆきだってずっと前に魂の半分を奪われても、けっ、みゆきはお前とは違う、名前だ、それにあなたも、わからぬ、そろそろ、私、みゆき、無理をしな、そうだよ、なら、みんなに、し、長き時を経、みゆき、世界の断り、してやろう。王様もない。
ゃった。おっと。え、なん、誰？我を。さ、ここ。あ、ま。暴力。お前は。ヌシは僕たちが倒した。ヌシだよ。所詮この世破滅の呪縛にとら。やらせろ、アクソン。なんてま。ま。とけ。しまった。ドラゴン、いけな。任せとけ。さあ、さあ。キュッ、キュッキュッ。ヤブラも、頑張ります。え、大丈夫。ビシッと決め、ここが正念場。そうだな、ロッポも。うん、よし。あの日、この死にすら劣る獣の時は。私を信じて任せてくれ。何じゃ。罪はないと知れ。それに頼みとある。すごいすごい。
対につくところでしょう。多くの人々がアグノンがそようやく会えました。まさか、ファンロモンから黒いし、ああ、なんというこ、戦乱の世に散り、その黒き女。タクマ、どうか、ハルお願い申し上げ、助けてください。この身には家を守り、民の安寧を、そしてようやく故に子孫に託したの。承知しています。愛しき春近、さあ我が弟の子とのことだ。何時が念が重い。体から春近の目が、姉上、春近、姉上、過ぎたことです。私が痛いだ。恨みの念、いくら詫びても。ハルチカ、ガンバ、獣は人は半身である。うつし、人は獣を見つめることで己を見つめる。そう、まことだ。なのに、みなせの子、ま、ハルチカ、もう、もう、姉上、私を止めてくれた、久しき時の因果に鎖を持った後のこと。もちろん、姉上。さあ、ハルチカ、行きましょう。戦乱の世は、もう終わった。はい。本当に、ありがとうございます。おかげで弟と再び会う皆様はどうか。姉さん、さ、主が正しい姿となり、それにより現代文明、うん。
魂のゆっくりではあるけど。どういう、つまり最古の壁画に、それは、ああ人々が獣神という存在、先ほどの拓磨君の映像、獣と、そうだ。でもこっちから見届けることは、家族がこの融和の影響を受けて、拓磨、それに久しぶりにハグモ、何を言るんだよ、母さんのカレーは絶品なんだ。えだって、お、たくま、ファルコノも行こうぜ。俺らがさ、無論だ。ねえ、待って、言わなくて。クレマ、一緒に。ドラクモ、どうする。へまあな、シャコモも来た。ロックモンが連れて帰った家族、だってロックモンのおかげで。シュージ、フローラも、何聞いちゃってるのよ。ガブモン、うん、アキラも、二つの世界。そうか、それって、うん、この先僕たちや、アグモンたちみたいにパートナーとして、そんな気がするんだ。その可能性を当たり前のようにそばにというわけ。それでも自分の半身と、せそもそも彼らと我々はた、それって、え、たくまさんたちが、そっか、よし、僕たちのサバイブは、こんなどいなか、そういうことを言って。でもさ、変なこと、何ビビってん、なんてったってこ、そんなに嬉しそうに言わないでよ。もちろんだ、確かこの辺りでモンスターに出会って、す、うん、ネットによる、それと出会った人たちが最後には、それってすげえと思わね。でもそんなに気性の荒いモンスターに、なんだビビってんの。そりゃその私もだろ、だからめんどくさいか、そう、そうさ、天に輝く。